テンの気配、確かに感じるわ。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して退散するとしよう。尺に触る気配が近づいてきているようだ。あいつら何か探し物か。こりゃ面白そうじゃないの。俺様自慢の分身でひっかき回してやるぜ。怪人の力借りるわよ。行くわよ。よりによってこんなところに現れる。いまいましいやつだ。騒ぎを大きくされるの。私が縛り上げる。頼もしいじゃない。けど雨を去る。面倒な子だから気をつけてね。ご忠告に感謝する。我らにとっては今更だよ。シコーラは先にオーディンの幻を追ってくれ。行くぞ行くぞ。えいはっはっ。甘い。なんだか楽しそうじゃないの。俺も仲間に入れてくれよ。今なら分身同士毛づくろいでもしていれば良いものを。相変わらず面倒なやつだ。たずらざるめ、この鬼柴田が一体残らず急を据えてくれん。ほら悟空、またみんなを困らせて。そうという今日は許しません。師匠様が怒ってる。こりゃ捕まるわけにはいかねえな。いつもすごく頑張ってるね。私あなたのために一生懸命踊るから。オーディンの幻は城の中にいるみたい。城内の敵を倒しながら探すしかない。この程度の連中、私の敵ではない。さっさと片付けるとしよう。ゴークーったら、すっかり調子に乗っちゃって。大工房さん、大丈夫かな。自信満々って感じだったし、きっと大丈夫よ。でも、彼っていつでも自信満々だけど。目の前で活躍されても悪くない。弱いな確率。行くぞ。結局あなたでしょ。相手になるぞ。手すりがあった時覚悟しろよ。行くわよ。これで幻に近づけるわ。言うことらしい。死の運命に打ち勝った証。エラグナルクを生き抜きました。ここは弱い町。我が宝を歯ぐくみ。マデロっこしい言い回しね。つまりオーディンがユグドラシルを手にしたきっかけ、それがラグナロクだったってことかしら。この地から得られる情報はもうないみたい。さ、戻りましょうか。なになに、もう帰っちゃうの。寂しいこと言わないで、もっと遊んでこうぜ。けどお師匠様の説教は勘弁だ。ってことでこれならどうよ。助けー。行くわよ。行くわ。たくん、呆れたお猿さんね。私たちを閉じ込めてどうするつもりなの。なに、退屈はさせないって。ちょい強めの奴らがお相手するぜ。孫悟空、いらぬサルジエを働かせたものだ。放置しては城内の仲間が全滅しかねない。結局
今こそ攻め立ててやろう。猿に栄達の道を断たれるなど冗談ではない。まったく勘弁してほしい。やれやれ、異界の様子を見に来てみればこんなところでも悟空が暴れていたか。この覚えのある偉そうな気配、要素ついに奴も異界へやってきたようだ。ひとまず邪魔な分身を消してやるとしよう。妖精、あいつがここにいやがんだ。困った、ボッコボコに。いや、ダメだ、あいつとやり合うな。準備がいるな。妖精、あの子はやはり飛行だったのだな。城内にいるのならさっさと門を開けてくれないか。その声は太公望、君だな。私一人でも手は足りるが、お望みなら開けてやろう。その鼻持ちならない態度は相変わらずか。まあいい、今は城内の仲間を救援するとしよう。行くぞ。腕は認めている。そんな功で満足してもらっては困るな。飛行に対する私の期待ははるかに高い。助けてやったというの。まったく悟空ったら、私たちもうヘトヘトだよ。悟空、随分とやる気になっているのだ。これ以上面倒な状況になるのを片付けるとしよう。軍を二手に分け、北と南から協力する。私は北へ回ろう。南は言わずとも分かるな。
その程度の策私とて思いついていたぞ。まあね、南は引き受けてやる。雷神がイカテシ味わえ。行くぞ行くぞ。私たちは南へ回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらねば妖精の奇襲も成り立たんからな。太公望と妖精って不思議な関係だわ。仲良しじゃないけどお互いに認め合ってるのね。この戦場、これが本当に飲み込んでいる。そんな功で満足してもらっては困るな。気候に対する私の期待ははるかに高い。その無双の部、私の称賛に値するぞ。源の九郎義経、これにあり。俺が遅れを取るとは。好ましい戦いぶりだ。そのまま修練を積むといい。行くわよ。覚悟しなよ。行くわよ。今日の俺様は一味違うぜ。無理はダメですよ。守りだ。太公望が悟空に攻撃を始めた。奇襲をかけるなら今だ。足を避けろ。こっちだ悟空、私の一撃受け止めてみるがいい。嘘だろ、いつの間にそんなところに。妖精さんと太公望さん、相変わらず息ぴったりだね。うきき妖精のやつ、小賢しいで使いやがって。